松尾チャンネルはい皆さんこんにちは松尾チャンネル第百六十二回目、えー、本日は七月の十五日、えー、いつもの通り水曜日です、えー、今日はね本当にあの全体相場が意外とね強かったですね意外とっていうかまあ海外株高っていうのがありましたんでねニューヨークダウ それからナスダックもね、いずれも強くてですね、まあ、当然のごとくやっぱり日経平均には影響するわけですね、えー、今日の終わり値が2万日経平均2万2945円50銭と、えー、前日比358円高という終わりですね、まあ、いよいよあの2万2000台固めっていうのはずっと続い,て続いてきてですね、まあ、どのタイミングで2万3000台また乗ってくるかというね、えー、皆さんの楽しみがそこにあるわけですけども。 しっかりとコツ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 とね個別銘柄見ながらこう仕込んだりされてきたと思うんですけどもいよいよ日経平均としては2万3千台乗せ再びねありうるところまで来ましたですね。高値は2万2,965円ですからねあとちょっとで2万3千円乗るっていうねとそういうタイミングですね。その中で個別見ますとねやはりあのリード役になっているソフトバンクグループ9984。 これやっぱり連動して動きますんでね今日高値また年初来高値6577円ということでね強いですよね。やっぱりあのソフトバンク相当ねあの一時はね、えー、だいぶけなされましたしねお赤字も出してるにもかかわらずこの銘柄 それから東京レクトロンあたりも、ね、8035このあたりも、ねえー、まあリード役という感じですね市場を、ね、リードしてますというような流れで、えー、まあこういった銘柄を中心に動いているというふうに感じられるわけですね。ただあのもう一方のこう全体相場が強くなってくると今度は、ね、これ二律背反と言いますかね 皆さんよくあのこの株式市場をよくご覧になっている皆さんはですねお金の流れがどこに向かっているっていうのをね考えておられると思うんですね。でこのところ6月に入ってからはあ IPO 銘柄にねかなりこうお金関心が向かったということで、まあ、7月に入ってもその流れで、えー、こう お金がね入ってるとリスクマネーがそこに関心に向かっていってると個人投資家は特にそうですね。あのまあソフトバンク六千何百円の株を簡単にこういじれるっていう人たちまあもういればですねなかなかあのその高い長さ株はなかなかね手が出せないっていうね投資家の方も多いわけですね。ただ IPO 銘柄ーーだけはね機械的にどうもやってる方もいらっしゃるようでまあ最低ロット単位ね百株買いとかね。 まあ、そんな形であの楽しんでおられる方もいらっしゃると思うんですね。ええー、根株だから、誰も手が出ないだろう。こんな株誰が見向きもするんだみたいなね。まあ、そういうご意見もあるんですけども。まあ、単純に言えば、初値で買って、何がしかパフォーマンスを求める。それを最低ロットでね。まあ、三十万とか五十万ぐらいの金額で。楽しんでおられるという方も多いんだろうと思うんですね。ただし、えー、この六月ぐらいまではね。それでうまくいった事例というのは多かったんですね。 えー、そこからこ最近ねどうもこう7月にこの入りましてですね、えー、まあどうなってくるのかなというところで見てるんですけどもあ例えばそのブランディングエンジニアなんてね7日の日に出てきた株これはですねこう初の2920円から一旦4045円までいったんですけども。 その後急落を演じるということでね今日もかなり乱高下しましてね一旦3000まで戻ったかなと思ったらまた引けにかけてまた下がってくるというようなことでかなりあの乱高下し始めてるなという印象ですね、えー、他のスピーという4499も同じような値動きをしてます大きく調整が入ってまたリバウンドしたかと思ったらまたちょっとこう下落するみたいなねそういうパターンで動いてる ですね、そろそろもう IPO 銘柄飽きてきたねっていうような感じはいたしますねなかなかこう初音で買っても儲かんないねっていうような動きがこう感じられるわけですね、まあ、6月はね結構あの成果を上げたような銘柄があったわけですね、えー、まあコパコーポレーション7689だとかねロコガイドだとかねロコガイドは特にね初音で買った人はその後九9割もねパフォーマンスが取れてると。 まあそんな銘柄もあったんでその流れがずっと続いていくのかなと思ってたらちょっとねやはりあの全体相場が強くなってくるとそっちの方に視力銘柄に関心がいくとで IP はちょっとお休みと、まあ、この15日今日3銘柄出たわけですけどねこの3メ柄ラの中で、えー、初ねすんなり寄りついた7353の KIYO ラ、えーニングという企業ラーニングですか。これが あ初音ついたと思ったらちょっと上がったんですけどもその後急落ということでちょっとね、えー、怪しい雲行きになってきましたね、まあ、この季節梅雨時なんですけども雨降り状態にどうも IPO 銘柄になってきたなということでちょっとこう意識を変えて違う銘柄群にねまた関心が向かうんじゃないかなっていう感触をしている次第ですね。まあ、日経平均高い、まあ、2万3万三千円乗りそうだっていうところなんですけども個別の銘柄で見ますとその流れっていうのはいろいろ出てきていると。 いうことですね今日特に個別銘柄既存銘柄の中でいきますとこの皆さんにお伝えしている銘柄でよく出てくる銘柄としては日ソプロニティですね3440東証2部これがですね第3四半期の決算を昨日行いましてですねそれで私の方もその中身を分析してみたんですね今日少なくとも言える印象としては悪い印象じゃなかったんですね でこの会社の場合は4月でしたっけねあの通期の業績を下方修正して、まあ、あのそれでちょっと心配されたんですよね、まあ、それであのどうなるのかなと思ってこの要するに第2四半期まではそこそこ業績は良かったんですけどもね第3四半期第4四半期どうも赤字になるというようなね、えー、見通しのもとで通期業績を下方にしてると。 いうところで株価的にも一旦400円台まで売られたというのは、ね、そういう経緯があります、ねまあそこからじりじりと出直ってきて先般699円まで戻ってきたその流れの中で第三四半期を発表して実はです、ね、中身分析しますと赤字に転落しないで第三四半期は黒字でキープできましたね。 それから受注もですね比較的26億3千万ですからねその第二四半期が18億5 6六百万でしたから増加してますね。どうもコロナでね先行きどうなるのかなというね心配事ではあったんですけれどもまあなんとなくねこう第三四半期この一番コロナの影響を受けた中では頑張ったなっていう感じですね。 何ああて言いますかパーテーションを投入したりとかねいろいろあの水面下では動いたんだろうと思うんですね会社としてもね、えー、この第三四半期の状況受注算が36億ありましたんで、えー、第四四半期この、えー、今の前提はですね売上十14億7千万しかないんですねそんなことは多分ないだろうと思うんですねそれで赤字に、まあ、なるということはどうもね怪しいねっていうこ見通し自体がその前提がどうも怪しいねと。 逆にもう少しポジティブに見ていいんじゃないかなという印象で、今日は株価がしっかりという結論的にはそういう感じですね、えー、直近株価高値から下振れしたんですけども600ま10円台ぐらいまでね。落っこちて、今日は652円に戻ってきたと。少し明るい雰囲気がいたしますね。まあ、あのそのこの決算を見て投資してるわけですから、別に何か材料が出てどうのこうのっていうことではない。 ただ、ね、あの会社としては今日おかしなおかしなというか中身としてはあのそのグループの行動規範を、ねえー、こう出したりしてましてねなんとなくこのグループ 経営というような意識を持ち出しているというところはなんとなくね、今後また M&A を志向している会社なんでね、M&A 戦略で何か出すのかなというようなちょっとこうそんな感触は持てる次第ですねただ中身まだまだね、このコロナの問題でどうなるかとか、ね、いろいろ気になる点はあるんですけどもまあ、受注の動向と考えますとね、それから財務内容もかなり良くなってますんでね、キャッシュリッチな会社ですのでそんなに大きなリスクはない まあ25円配当8月決算というところでねまあこれから配当取りという流れも期待できるということで引き続きね皆さん注目していただければというふうに感じる次第ですねまあ個別の銘柄ごとにいろいろ動きはまあ違ってますけれどもまあこの何て言いますかバリュー銘柄群という形で例えばウェスコーホールディングス6091も7月決算配当取りということもあってまだ 顕著な値動きですねなかなか上にいかないんですけどもぼちぼちとこう上に向かう雰囲気はいたしますね。それから、えー、一旦たん930円ぐらいまで、ねえー、株価上がってました、えー、皆さんおなじみのテノックスですね。まああのー、このところちょっと930円までいった後はね、えー、少し調整含みなんですけどね、えー、終わりね885円というところで終わっておりますけれどもこれもバリュー銘柄。 やはり、ね、キャッシュリッチな会社この辺はです、ねまあ、投資して買い安心感あるんじゃないのということを、まあ、絶えず私の方はお話をしている次第なんですね、まあ、あの調整が入った後のまた切り返し、まあ、そういったことを大いに期待して、えー、臨んでいきたいというふうに思うわけですね。 同じようにあの調整の中にあったリンクバル6046これはまあマザーズ銘柄でねバリューではないんですけどもまあバリューといえばバリューかもしれないですけどねまあ比較的財務大もいい会社なんですけどもまあコロナの影響で業績が心配されている銘柄なんですけども270円どころが260円台とかねこの辺を下にしてこうじわっとこう上に行くのかなみたいな雰囲気はあるんですけどもなかなか上に行かない。 まあそんんなな状況の目柄なんですけどねいろいろあの特会引き換えで会社の努力するあたり、まあ、あのコメントリリースがね少し出たりもしてますんでねそんな流れの中でこの銘柄も、まあ、ぼちぼちこう下値ガめでね、えー、いいのかなそんな雰囲気はそれは次第なんですけどねまだまだちょっと余談は許しませんけども。 いろいろねテーマに沿ったような形でオンライン化とかねそういったことで取り組んでいるメ柄ですのでね、えー、引き続き注目いただきたいというふうに思うわけですね。えーまあ、こんなことであの全体相場の流れは少し良くなってきてぜひね皆さん株式投資を楽しんでいただければと思います。本日は以上ですありがとうございました